ダンス、音楽の公演や映画上映も行う総合的なアートセンターである。1879年、製材業で名を、なしミネアポリスの公立図書館も寄付した名士、トーマス・バーロー・ウォーカーにより、自定の一部を使用し、ウォーカー・ギャラリーが創立された。これは、近代ヨーロッパ絵画や中国当時など、自身の美術コレクションを無料で市民に公開することで、 共同体や芸術家に富を還元するための場所であった。美術館は1927年に現在地に移転した。1938年、大恐慌の影響により、美術館も苦境に陥り、ウォーカー家の個人経営から新設されたミネソタアーツカウンシルの経営に移り、アッパーミッドウェスト発の公立美術館となった。アーツカウンシルは、 当時失業芸術家を支援していた公共事業促進局に、ウォーカーギャラリーを市民への教育機能を持った公立のアートセンターへと再編する提案を行い、プリング・ウィズピへの支援により、ウォーカーアートセンターが成立した。1940年代に入り、ギルバート・ウォーカー夫人の寄付により、同時代の重要な作家であるパブロ・ピカソ、ヘンリー・ムーア、 アルベルト・ジャコメッティラの作品を購入したことから、現代美術へ焦点を当てた収蔵、展示を行うようになった。1960年代以降、意欲的な内容の展覧会を多く企画するようになり、アンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンスタイン、オノ・ヨーコ、ナム・ジュン・パイク、マシュー・バーニーなどの作品の収蔵を続け、アメリカや世界の美術界の最前線をリードする。 美術館の一つとして評価されている。創立当時や再編当時の精神に基づき、展覧会やコレクションをもとに、多様な住民を対象にした美術講座や教育プログラムなどを開催しており、芸術を通して、共同体、文化、個人のあり方を問いその形成に寄与することを目的に掲げている。年間の来客数は全米でもトップクラスである。 ウォーカーアートセンターは、ミネアポリスのダウンタウンの南西部に位置する都市型美術館であり、17エーカーの敷地に美術館建築や公園がある。北東は1971年にニューヨークの IBM ビルなどの設計で知られるエドワード・ララビー・バーンズの設計により竣工した。さらに、様々な芸術をまたぐアートセンターを目指す意図で、 1999年から2005年にかけて、テーモダンなどで知られる、スイスの建築家、ヘルツォークドムーロンの設計により、拡張工事が行われ倍の大きさとなった。拡張部分には、新展示室やレストラン、385席の劇場がある。1988年、ウォーカーアートセンターとミネアポリス公園、レクリエーション委員会の共同事業として、 ランドスケープアーキテクトのミシェル・デビーニュの設計により、センターの敷地の北側に大規模な彫刻庭園、ミネアポリス彫刻庭園が開園した。園内には、スプーンの端と桜んぼうなどの作品がある。1992年に11エーカーの広さに拡張され、さらにセンターの西側に4エーカーの拡張部分を建設する計画もある。ありがとうございます。